はい、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルではですね私が一日一冊を目標に本を読みましてその内容をこういった形でレビューをしていくと、まあ、動画にしてレビューをしていく内容になっていますで、えっとまあ、もしよかったらですね、えっと、チャンネルの画面に行っていただいてどういった動画があるか見ていただければなというふうに思うんですけども、まあ、これまでに350ぐらいの本をご紹介してまして内容としてはまあビジネス書とか まあ、あとごく一般的な教養とかですねあと心理学の本とか、えーまあ、継続習慣化っていうところについて、えーまあ、本を読んでご紹介していますので、まあ、興味があればそちらから、まあ、動画を見ていただいても嬉しいですしまたチャンネル登録していただけると、まあ、なお嬉しいかなというふうに思います。でえー、と今日はですね、えー、とこの「大学生物学の教科書」という本をご紹介するんですけれども、えー、と実は3日前から、えー、とご紹介をしています。 で今日は4巻をご紹介するんですけれども、えー、と1巻2巻3巻もうでにここ3日間でご紹介してまして1巻が細胞生物学2巻が分子遺伝学3巻が分子生物学で4巻が進化生物学という内容になってます。 で本当はこのシリーズは5巻まであるそうなんですけども私はちょっと5巻興味がなかったので、まあ、4巻まで買ってますで、えっと、今1巻2巻3巻4巻ってご紹介しましたけども実は1巻から3巻はライフというアメリカで発行された教科書のまあ翻訳版になってまして、えっと、4巻5巻はですねそのライフの姉妹版の Principles of Life というものから翻訳されているそうですでそれぞれ今言った、えっと、進化生物学とか、えー、まあ分子電学とかですねそういった内容を をまあピッックアップしているそうなんですけども、ちなみにご紹介しない、まあ、あの私が買ってない五感というのは生態学の内容でした。でえっと、まあ対象者はまあ高校生とか大学生とかまたバイオテクノロジーを勉強したい社会人ということで、えー、書かれているんですけども、まあ、内容としてはそのまあ基本的な内容が、えーまあ、非常にきっちり書かれているとでページ数が多くて、えっと、300ページぐらいありますね。なんですけど、まあ、図表が結構多くて。 えとまあ、分かりやすいのでまあ、興味がある方は読んで読むとまあ、すごくあのしっかり勉強できるけどまあ,あの分かりやすくあの読めるかなというふうに思います。で、えー、とこの4巻の内容はですね、えー、とざっくり言うと進化とりと進化と えと文化ですね、まあ、州がどういうふうに文化してきたかで、あと後半は地球上における生命の歴史ということで、えーとまあ、例えば地理、地学の話とかですね、えーまあ、動物の多様性、進化によってどうやって多様性を獲得してきたかとか、まあ、そういった内容になっています。 でえーとまあ、実を言うと、ですね私がこれまでここ3日間でご紹介した1巻、2巻、3巻と比べると,、えー、と4巻はさらにこうマクロな話になってますで。そう思って読んでたらですね実はその前書きのところに、えー、と1巻、2巻、3巻というのは、まあ、ミクロン生物学の説明ばっかりでマクロの生,生物学が抜け落ちていると、まあ、そういう批判を受けて、えー、この4巻、5巻というのが出たそうです。なので、えーとーまあ、場合によってはこの4巻から読み始めてもですね えっと、まあ、マクロの方がもう少しこう何て言うのか一般的に分かりやすい内容が多いと思いますので面白いかなというふうに思いますで例えばですねえっ、ー、とまあ、人も、えー、とまあ、昔その魚だった証拠がここにあるとかウサギだった証拠がここにあるとかですねいろいろこう体の器官であの言われることがあると思うんですけども、まあ、例えばここにあるコウモリと鳥の羽の比較とかですねまあ、その生物がどういういうな、えー 系統をたどってて進化してきたかとでそれによってまあ体の特徴がどういうふうになっているかっていうことを、えーまあ、説明しているのがまあ進化化とかです、ねまあ、文化の話ですで例えばまあ面白いなと私がいつも思うのは、えー、と遺伝子レベル、まあ、そのゲノムの情報としては全然違うんだけれども結果として同じような形形態機能を持つ器官、えーまあ、を持った生物が えー、似たような環境に住んでるとか逆に、えー、と遺伝的にはすごく近いんだけどもう全然違う見た目の、えー、まあ、機能や器官を持ってる生物がいたりとかですね結構そういうことがよくあって。えーとまあ、例えばああのある まあ教授の話を聞いたことがあるんですけれどもまあ、会社に来ていただいた機会がありましてでまあ、その方植物について研究してるんですけどもあの例えばやっぱジャングルとか行くとですね非常にユニークな進化を遂げている植物とか多くてあのもう一見、うん、と通常の器官とは思えない例えば葉っぱのように見えるんだけども実はそこは花。 とし花なんだとか花のように見えるけれどもそれは葉っぱがこう形を変えて発展してきたものなんだとかでそういうあのー、形の変化とかですねやっぱりその環境に適合していたりとかまあその植物がまあ えー、例えば、えー、まあ、摂取している栄養分に依存しているとかですねまあ、そういったユニークな特徴が、えー、見られることが多いですでこの本も実はその全て私あのきっちり読んでないんですけどもまあそういった特徴を持ったですね植物とか生物とかその進化について書かれた内容がまあ、この4巻だったと思います。 ここ4日3日間、4日目なんですけどもあのこの大学生物学の教科書をご紹介してきましてあの、まあ、もしかしたら興味がない方もいたと思いますであので、まあ、スキップしていただいて全く結構ですし、まあ、あのこれまであの1巻から4巻まで、まあ、聞いていただいた方は本当にありがとうございます。 で、えっとまあ、今日でこれで最後になりますのでまた明日からはですねまた違った、まあ、ビジネス書であったりとか他のかの、えーまあ、教養に関する本とかそういった本を読んでいきたいなというふうに思いますでもしあの何かこういった本を読んでほしいとかですね内容間違っているとか特にこの生物科学の話はちょっと私バーッと喋ってますけれどもあの間違った内容とかですねお話ししているかもしれませんし、まあ、特に内容の正確性が本来はまあ求められるものだと思いますので、まあ、コメント等でですねご指摘いただければ嬉しいなと いうふうに思います。今日は以上です。